東馬場奈々です。今日は J1 リーグ第6節サンフレッチェ広島戦が行われます。前節はホームで初勝利、この勢いによって3連勝期待しましょう。このようにスタジアムの入る前に検温が行われています。ちなみに今何度でしたか？私はい36度1分だったそうです。セーフです。今からサポーターの皆さんにインタビューをしていきたいと思います。今日は5000人までの試合ということでいろいろ決まり事があっての試合となりますが、どうですか？そのあたりはどうですか？やっぱりテントが入ったらめちゃめちゃ喜んで叫んだりしちゃいそうですけど、そこはぐっと我慢して静かに喜びたいと思ってます。惜しいシーンとかちょっと声出ちゃいそうになるんですけど、もうそこは我慢して拍手とかで送りたいなと思います。うん、暑い時期に連戦ということですが、そのあたりどうですかね？でもガンバはずっと夏場にエンジンがかかってる印象があるんで、この連戦、この前の大分も勝ったんで、やっぱり連勝して勢いづいてくれたらいいなと思ってます。もうまた一緒なんですけど、また連勝してほしいなと思います。僕はこの着てるユニフォームの通り遠藤選手に注目したいです。私は小野裕二選手に注目してます。どんな結果を望みますか？今日は完封で得点もいっぱい取って快勝してくれればいいと思ってます。もちろん勝ってほしいです。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。今日は5000人までの試合ということでいろいろこう決まり事があっての試合観戦となりますが、その点いかがですか？そうですね、やっぱり僕らできることって限られると思うんですけども、選手にやっぱり思いであったりとか、やっぱりその勝ってほしい気持ちをいっぱい、ね、届けられたらいいなと思います。やっぱりちょっと声が出せないのがどうしても辛いん で、その前回もそのゴールした時とかに、周りみんな喜んでるんですけども、なかなか声がうまく出てしまうんですけども、出せないところはちょっと辛いですね。その分拍手でって感じになりますかね？そうですね、はいはい、拍手は多分ずっとしてるんで伝わってると思います。注目している選手を教えてください。そうですね、前回の試合でもすごい走り回って攻守ともに頑張った高尾龍選手がやっぱり僕今一押しかなと思ってますので、今日も試合出てくれて活躍してくれたらなと思ってます。はい、入団当時からもう遠藤選手一筋なんですけども、前回ちょっと出れなかったんですけども、今回は出てくると信じて応援したいと思います。今日はどんな試合を期待しますか？そうですね、前回と、前回ちょっと先制されたんで、今回は先に先取点を取っていただく展開を期待してます。点を取ってくれることで勝ってくれることが一番かなと思います。よく言えば、無失点で、監督がもともとディフェンダー出身 の監督なんで、失点ゼロで抑えて綺麗な勝ち方をしてくれたらなと思います。なるほど、ありがとうございました。スターティングメンバーが発表されました。今日は渡辺選手が今季初のスタメン入り、遠藤選手もスタメンに復帰しています。また遠山選手が自身初の J1 メンバー入りを果たしています。ゲストに登場していただきます。ガンバボーイです。ガンバボーイ、今日はよろしくね。特技にイラストを描くことがあるよね。私のイラストを描いてくれますか？お、緊張しますね。ガンバボーイ可愛く描いてね。はい、どうぞ。じゃじゃん、おーすごい、バナナ持ってます。しかもラブフットボールに出演したばかりの木村敦史さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ね、はい、ゴールキーパーがウォーミングアップに登場したようです。はいはい、そうですね、こうやって最初に、他の選手たちより先にこうやって出てみんなに、名前呼んでもらえるっていうのはすごい嬉しいですね。はい、背番号38、羽ばたけ見せろ、次世代ゴレアドール、遠山昌司。さあ、ここで我らが熱き青虫から
ナンバー大阪選手の皆さんがピッチに登場しました。サポーターの皆さん、大きな拍手をお迎えください。これ見てみると、さあ今日も共に戦い、そして勝利をつかみ取りましょう。現役時代でスリープレーしてた選手も何人かいますよね、まだね。そうですね、ちょうど半分ぐらいの選手は一緒にプレーしてます、はい、今日のゲームの予想スコアはズバリ 2-1 ガンバ。あ、1点取られちゃうんですね。まあ、1点ぐらいは、はい、あ、なるほどなるほど、うん、1-0 でガンバが勝つ。おお、なるほどなるほど、はい、なるほど。なぜですか？調子がいいから。調子がいいから。間違いない、連勝間違いない、それは間違いない、はい、でもやっぱり完封っていう試合を見たいなと思って、ね、3-0 ガンバ。へえ、4-1、3-0っすね、3-0っす、うんうんうん。え、じゃあ例えば今映ってる、はいはい、宇佐美選手とかが決める？はいはいはい、あ、いや、意外な選手が決めそう。もう例えば、例えば今ちょうどいっぱい映ってますよ。映ってますね。スターメン誰だ、高尾選手とか出て決めるんじゃない？高尾選手が決める？うん。他は？他だって3点以上入るってことですよ。3点入るから、はい、まあフォワードの選手もちろんね、高橋とかは取るんじゃないですか。じゃあ高尾選手、宇佐美選手、陽介、池口選手、はい、はい、今何点ですか？今3点、今3点、これ今3点です。これ全部当たったらもう毎回呼んでください。あ、ってくださいね。もうスタッフの皆さんお願いします、当たったらね。はい、3-0ってことですか？3-0でいきます、はい。あ、じゃあ木村さんも完封？完封で3-0で、はい。ナンバーファイブ、ゲート、ミラー。仕掛けていく、あ、止めた。さあ遠藤フリー、遠藤ミドルシュート、うん、会場がどよめきました。強烈な右足振り抜いていきました遠藤。東口前線、渡辺一馬を走らせます。さあマッチアップ、さあ取ったぞ、ガンバチャンス。さあどうするか、中入ってきた倉田、まだかわす、倉田の左足、決定機作っていきましたガンバ大阪。最後シュートが少しこう内にかかった分ゴール回しいかなかったですけども、カウサミです。さてチャンスを伺います、ガンバ跳ね返したい広島、動き出してきてヘディングだ、最後は三浦、キャプテンの三浦元太、完全にフリーになりましたね。ドンピシャリのヘディングシュート、今シーズン2ゴール目、先制はガンバ1-0です。シャリと合わせていきました三浦です。まあ、広島の方は若干このマークのズレというか、アタック選手が飛んでなかったのでね、
ーには三浦いますが、先ほどは動いてまた駆け引きしてます。上げて入っているようなね。入ってきたファーサイド、流れてきたところ、落として右足、おー、アイスブロック、体張って止めました。ハイネルか、いい守備です。そうですね、最後混戦のところから桑田選手の前がね、はい、桑田選手も落ち着いてね、コースを狙って、まあ、シュートを打ったんですけどもね、最後ハイネルですかね。ハイネルですね。目安の5分が過ぎました。ここで試合終了をホイッスル。三浦玄太の1点を守り切りました。ガンバーこれでリーグ戦3連勝です。ガンバファミリー .net は野村証券梅田支店の提供でお送りいたしました。